しくじさん、ご苦労様でした。また国土交通省の顧問としてこれからしばらくまた顧問としてご活躍をいただくわけでありますが、これからもよろしくお願いします。またしくじさんの木原さんが会長をお務めになりますが、私の木原会長のもとにありまして、大東公民の会に精一杯盛り上げていきたいなとこのように思っております。今でもなくこの公務員の皆さん、特に国家公務員、いわゆる官僚の皆さんは、私は世界最高のシンクタンクだと思っております。この世界最高のシンクタンクをいわゆる活用する、これをうまく生かす、これがこれからの日本の全てにかかっておると私はこれを思っております。私は若くして森田県楠の町長やりました。条約以下町の職員、それによって楠の町政が成り立ったわけでありますが、町職員の優秀なこと、優秀なことだから今日の私があるわけでありますが、それからいたしましても、いわゆる官僚といわれる国家公務員の皆さん、大変なこのご努力をされ、この今日の地位にあるわけであります。これからもどうか健康に留意をいたしまして、日本国のために、また世界のために、いよいよご活躍をいただきますように心から祈念を申し上げます。私ども国会として、国政の場にあるものとして、皆さん方とよくよく連携をして、いわゆる加算国家ではなく、足し算ではなく、上数国家が出るような、そういうような国会の在り方、また行政府の在り方、そこをしっかり据え、また踏まえて我々も努力をしたい、これに考えております。お互いに連携をすること、これが一番大事であります。皆さん方のいよいよのこれからのご活躍に心から期待を申し上げ、もう一度申し上げますが、じゃあ新会長のもとにみんなで結束をし、大分県の名声、大分県ここにある、そういうことで頑張っていこうではありませんか。どうもありがとうございました。知事がいらっしゃったことを全然元気ないので失礼いたしました。大変礼を失しましたが、あの知事もここにご列席であります。大分県広瀬勝貞知事あり、広瀬知事、そして木原会長、在庁公務員の皆さん、一緒に頑張っていこうではありませんか。どうもありがとうございました。